今日は則本と菊池で始まったゲーム、則本の立ち上がりをご覧いただきます。先頭バッター秋山三振、2番の源田センターフライ、2アウトを取って3番の浅村をショートライナー、立ち上がり3人で終えました。さて菊池から1回の裏、まず先頭バッターの島内がヒットで出ます。でこの後今日スタメンの渡辺直人、2球目でしたけれども初球バスターエンドラン、2球目も同じサインでした。これがレフトオーバータイムリーツーベースになります。移籍後初スタメンでそしてタイムリーを放ちました。その渡辺直人をセカンドに置いて3番のペゲーロ、菊池からツーランホームラン、立ち上がり天敵菊池雄星から3点を取りました。先制点をもらった則本2回のピッチングです。先頭バッター山川にセンターバックスクリーンで運ばれます。これで3対1。でこの後ランナー3塁2塁で当たっている炭谷、これが同点の2点、タイムリーツーベースになりました。ライオンズ同点に追いつきます。でこの後チャンスを作って源田、これも2点タイムリーツーベース。ライオンズこの回5点取って逆転に成功しました。3回ですけれどもライオンズチャンスを作ってイーグルス、バッテリーエラーが出てしまいました。キャッチャー島のパスボール、これで6対3となります。ゲームは6回に入ります。4回から立ち直りを見せた則本、この回は三振2つ含む三者凡退、ゼロで終えました。その裏のイーグルスです。先頭バッタービーラーがヒットに出ました。この後三塁二塁で今日7番の今江、これが2点タイムリーになりまして1点差。ゲームはこのまま9回に入ります。ライオンズ9回の表チャンスを作って森にタイムリーが出ました。7対5、山打たれました。この裏2点を追いかけて2アウトから連打で2塁1塁、一発出ればサヨナラというところ、代打アマダーでしたけれども空振り三振。7対5、最後は増田が締めた。ライオンズが勝利を収めています。